です。ご近所の神社さんは今夜は夏祭りです。盆踊りのお囃子も聞こえてきます。そうした中、今夜の言論テレビは祭りごと、つまり政治について語り合ってみたいと思います。名物コンビ2人の政治部長をお招きしています。まず石橋文人さん、政治ジャーナリストで千葉工業大学の特別教授です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして有本隆さん、産経正論の発行人でいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。さてですね、まず先に進む前に、岸田内閣改造についてなんですが、こんなことで萩生田さん官房長官にならなかったですね。5人の女性大臣、実力のほどはどうでしょう。小渕優子さん、なんで閣僚でないのか。2人の木原さんの処遇についてどう思うか。そして秋風が吹けば解散なんでしょうかということなんですが、まず今回のこの改造内閣についてどういうふうに思われるか、第一印象といいますか、いや一言で言ったら、はい、もう選挙シフトですよ。選挙シフト、もういよいよ解散に向けての体制を敷いてきたなと、だからこのままいったら10月16日が臨時国会の召集日って言われてますよね。おそらく16日月曜日、召集日に所信表明演説をやって、で衆参の代表質問、はい、やって、その翌週が23日から、そこからは補正予算審議やって1週間で上げて、27日の金曜日、このあたりが X デーじゃないですかね。あ、そうですか。そう考えたら、おそらく最短で11月26日投開票の衆院選になるか、その翌週の12月3日の衆院選というのが濃厚でしょうね。この2回の話し合い、それから岸田さんと萩生田さんの話し合いの中で、今のまあ人事の話、官房長官か幹事長かという話は出ていたんですか。取材をしてみると、この2人の間でどういう、当然出てたんでしょうけども、どういう具合での話し合いだったんですかね。それは2人だけの話だから、僕らが言う話じゃないんですが、少なくともかなり踏み込んだ話はしてる、でやはりそれは、萩生田幹事長か官房長官考えた。ただ萩生さんとしてはあまり受けたくなかったんじゃないかなと。なるほど。どっちも、で一つはまず幹事長の方行ったら、次の選挙は、もう目の前で選挙やろうとしてるでしょ、次の選挙はおそらく今の260議席より減らす選挙なんです、いきなり新しい幹事長になって、実は今の公認とか全部ほとんど終わってますよね、だから選対委員長小渕さんやったっていうけど、小渕さんそのいわゆるその公認候補を選定する云々観音っていうのはもうやることないわけですよ、選挙の顔として呼んだと、っていうところで、しかも萩生田さんからしたら茂木さんを岸田さんと結託して追い出したりって悪者になって、茂木さんとの関係を悪化させたくない、それと清和会内ですよね、いわゆる清和会5人衆とか5人組って言われてる、これほとんど留任だったでしょ、全員で、だから松野さんの官房長官もそのまま、萩生さんの政調会長もそのまま、世耕さんはの人事権は総理にはないんだけど参院幹事長、西村さんもそうですよね、高木さんもそう、だから5人とも留任させたっていうのは、なんていうかな、清和会っていうのは非常に例えてみたら大きなサンフィンボードに5人が乗って、波の上でバランス取ってるような派閥になっちゃった、そこでただでさえ体調が大きい萩生田さんがピュッと真ん中に動ったりすると転覆するわけですよ、良かったっていうより、その岸田さんはその一番核の部分の官房長官と幹事長を変えなかったって言うけど、よく考えると選挙終わったら、第3次岸田政権になる時、総会ですよ、もう一回。今のメンバーって2ヶ月もないんですよ、選挙あるとしたら。なるほど、今の人たちは、だから選挙用のスタッフで、若かろうが何であろうが女性だったらいい云々ってなったっていうのはもうある意味そのもう選挙、受けを考えて動いた。なるほど、すごく女性を増やしたら刷新した感じがするからね、やっぱり女性の数がね、ご閣僚っていうのは多いですもんね。そうですね、まあ女性だから云々っていうのはおかしい話で、男であろうかと女性であろうと、登用するっていうのが大事で、この中であいい人事だなと思ったのは、僕は外務大臣の
上川陽子さんだけですけど、ね、上川陽子いいですよね。有本さん、上川陽子さんのこと、外務大臣起用どういうふうに。いや、これは一番の今回のサプライズ、うん、みんな林大臣が留任する、本人もそのつもりで、うん、ウクライナにわざわざあの楽天の三木谷さんと行ってたわけじゃないですか、うん、でも帰ってきたらいきなり変わると、うん、上川人事はね、ものすごい評価しているんですよ、うん、まずその林さんとの関係で、まあ、親中派の代表と言われた林さんを外したことがね、中国に対する一つのメッセージになるんじゃないかというふうに思うんですよね。だって処理水のね、うん、中国によるデタラメキャンペーンもね、うん、何の歯止めにもなってないじゃないですか、うん、親中ってそんなもんなんですよ、ね、役に立たない。で、僕上川さんをものすごく評価してるのは、うん、僕は親しいわけじゃないけど、うん、なんといっても法務大臣の時に、うん、法務審理業朝原祥子さんから、うん、十数人の死刑執行した、うんね、死刑を執行したから評価するんじゃなくて、うん、これを誰にも言わずに自分で決断した、これをね、執行の日の朝に初めて安倍さんは、うん、上川さんから連絡を受けて、うん、間もなく執行しますと、うん、何も言わずに反抗して、うん、もっとすごいのはその前日にですね、そう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 、新聞で叩かれたけど、あの赤坂自民亭って言って、ありました、ね、衆院の赤坂宿舎で若手中堅を集めて、総理も出て、うん、今の岸田さんも出てます、うん、それであの和やかな宴会したら、その時お上役として振る舞って、彼女がね、うんうんうん、でもそれにもかかわらず、うん、お首にも出さなかった小野寺さん全く出てこなかった、うん、この不思議ですね。小野寺さんっていうのは、まあ、どういうその派閥の中でどういう立場にあるか、私その辺はよく分かりませんけども、まあ、説明能力はあるし、感じは悪くないし、かなりいい人だと思うんだけども、全然彼の何の候補にも出てこないでしょう。おっしゃる通りだと思いますよ。これなんでなんですか。だって小野寺さんを、うん、で本来官房長官っていうのは自派閥から出す、うんうん、はい、うんね、うん、だから安倍さんが菅さんっていう他派閥から出したこと自体が実は異例でね、もともとは官房長官副長官っていう官邸スタッフは自分の派閥から出すのが普通なんですよ、うんうんうん、これだったら一番もともと岸田さんと親しかった、でいろんなその政策能力もあるし、あの自民党内の他派閥にも人脈ある云々って言ったら、小野寺さんなんか官房長官候補として非常にいいのに、全く名前も上がらない、うん、だから2人の間で何かあったのかなと、うん、なんか勘ぐってしまいますよね、うん、皆様ご存知ですか。もう今週の出来事という特別番組が始まっています。なぜこの番組をするようになったのか、私自身の経験に照らせば、私昔は全然ニュースのことを分からなかった。でも本当にいろいろ読んで、ニュースの何て言うんでしょうか、内実が分かるに従って世の中のことが本当に見えてくるようになりました。そのための今週の出来事です。皆さんも共有してください、毎週土曜日ホームページで言論テレビの会員の皆様に配信しています。ご覧くださいね。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。日本国が今本当に100年に一度もしくは200年に一度の重大な危機に見舞われていて、そして唯一の同盟国であるアメリカがもう確実に変わりつつある。そうです。中国が確実に覇権主義に走っている。 そうです。その中で日本国が一体どうやって生き残るのかという、もう最も深刻な問題を突きつけられています。 そうです。その時に問われるのは、私たちがこの国をどのような国にするのか、はい、自力で国民を守り国土を守ることができる国にするのかどうか、そのためには何をしたらいいのか、一番明らかなのは憲法改正です。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々990円または1年で1万1000円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。
正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。編集長の花田和義です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その長所をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所公開したらいいじゃないの、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。